山内武氏は、日本の元政治家、新職、衆議院議員、日本維新の会鹿児島県総支部代表などを務めた。鹿児島県愛ら市加納町に鎮座する、加納八幡神社の家系に生まれる。1994年に、西意識小学校、1997年に、緑ヶ丘中学校、2000年に鹿児島玉流高校、2004年に、 青山学院大学法学部をそれぞれ卒業。2004年から株式会社ヤマゼンに勤務した後、家業である加モ八幡神社を継ぐため鹿児島に帰り、2006年から加モ八幡神社、ネギ、山内司法書士事務所勤務。2012年3月に維新政治塾に入塾し、政治家の道を志す。2012年12月、 第46回衆議院議員総選挙で日本維新の解放人で鹿児島1区から出馬、比例九州ブロックで比例復活し、初当選。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙では維新の投稿人で鹿児島1区から出馬、自民党の安岡沖春、民主党の川内博史に敗れ、比例では時点となり復活ならず落選。 2015年10月の維新の党分裂に際しては、大阪維新の会に参加した。2016年2月9日に、大阪維新の会衆院鹿児島一区支部長就任が発表され、2月20日に鹿児島維新の会が設立されると代表に就任した。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙で、鹿児島一区から立候補したが、この選挙では、 立憲民主党から立候補した川内が選挙区当選時点は自民党公認で安岡の秘書を務めた息子の安岡博夢で山内は3位に終わった。山の内の得票は川内の76,699票とは約5万秒差の26,895票で得票率は14.7%だった。2019年4月第19回。 統一地方選挙の一環で行われる、鹿児島県議会選挙に、鹿児島市、鹿児島軍選挙区より、日本維新の会公認で立候補したが落選した。2019年7月31日、県総支部を解散し政界を引退した。ありがとうございます。